マースクは18世紀中頃に活躍したイギリスの競争馬、シュボバ。エクリプスの父であり、6戦3勝、イギリスシュボバチャンピオン2回の記録を残した。対抗は15ハンドほど。マースクは1750年、ヨークシャー・リッチモンドの近くで、ジョン・ハットンによって生産された。それからほどなく、アラブバと引き換えに、カンバーランド公爵ウィリアム・オーガスタスの手に渡り、 生まれた村にちなんでマースクと名付けられたという。競争成績は1754から1756年の3年間に6戦して参照。1754年5月に行われたジョッキークラブプレートでブリリアンとバイソンを破り、10月のガワーズジンジャーとのマッチレース、および一度の単層が勝ち倉である。1756年に行われたスナップとの 連戦に負けた後引退し、ウィンザーのカンバーランドローチンに種ボバとして供養された。しかし、カンバーランド公爵はマースクをあまり徴用せず、この時期の産句はほとんど知られていない。1760年、スピレッタという名のン馬との交配に恵まれ、エクリプスを出したのみである。1765年カンバーランド公爵の死に、際しては近くの農夫に、シタガネで売られている。 その後、エクリプスの所有者になった、ワイルドマンによって20ギニーで買い上げられ30ギニーの種付け量で強要された。さらに1769年には1000ギニーの高値で、アビンドン白爵、ウィロービーバーティーに売却され、エクリプスの活躍により100ギニーという極めて高い種付け量が設定されると、荒廃される繁殖品場の質も跳ね上がった。 1775万1776年には、ヤングマースクとシャークの活躍により、シュボバチャンピオンになるまでになった。その他の3区に、ポンタック、ミューゴ、マスカレードらがいる。1779年マースクは、ライクロフトで死んだ。29歳であった。ありがとうございます。